それではいきます。柴田ポンスくんです。どうぞこちらです。ででーん、こちらー、こちらです。こちらポンス2歳成長日記。イエイイエイ、ごちんごちん、いくいく日記全然やってなかったなと思ってね。2歳になってからのいくいく日記として、じゃあこのサブチャンネルにちょっと記憶を残しとこ消しバスつけてください、照明さん。え、つけてください、照明。え、照明、うん、え、照明じゃないよえ、照明じゃないよ。え、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、2歳になってからのポンス、あどんでですか。ちゃんと照明お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます成長日記ね。ポンスが2歳になってできるようになったことって言うと、もう本当に着々と無限だよね。無限、着々と無限に大人になってってるんだなっていう、赤ちゃんじゃなくて子供になってってるなって感じがしますね。うん、まず大人の言葉を完全リピートしますね。うんうん、あ、じゃあちょうどでとか、なんかレジのお会計とかでちょうどでとか言ってて、ちょうどとか、なんかなんだろう、こんにちは、あ、こんにちは、また入ってきたグランド入り。あと2単語つなげて言えるよね、もう。あ、そうだね、ママあっち行っちゃったとか、ウッディ行っちゃったとか、いちご食べるとかね。ああ、確かに、いちごミルクとかね。うん、2つの単語を並べた言葉が発せるようになってきたね。うん、ポンスの場合はって感じですけど、ポンシュポンシュで、ちょっと最近ね、自分の名前を自分で普通に呼ぶんですよ。ポンスって自分のこと絶対言わないから、うん、カメラ回ってる時以外はもう全然普通に名前で呼ぶじゃんね。だから自分の名前を自分で呼ぶようになってきました。それが普通に生放送とかで言っちゃった時にちょっと怖いなって思うので、生放送とかがポンスと一緒にできなくなりそうだなって思って。ああ、なるほどね。うん、ほら、もうこの危険を顧みないジャングルジム精神いけるよね、もうね、ある程度ね、ガッツだよね。お、調子者です調子者です、イエーイ、ナンバーワン。なんかちょっと小ボケを挟んでくる感じとかもありますね。不協和音やって、不協和音、うん、不協和音やって、不協和音やって。なんかさ、あの東海オンエアの芝優の不協和音ダンスがあるじゃないですか。あれの動画をずっと見て、てん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 。
完コピしてんの。すごい、ね、お前は俺だ。そうだよ、芝優なんだよ。怖っ。そういえば芝優の子供なんだなって思う時あるもん。私の子でもあるけど、そうするとどっちに振り切るんだろうなっていうね。結構私は細かいことうるさいじゃん。うん、芝優はもうなんかそんな気にしませんって感じじゃん。うん、どっちなんだろうね。両方のいいところを取ろう。うん、はい。成長あと何かありますかね。あと何ですかね。ミッキーマウスクラブハウスっていうアニメーションがあって YouTube で、うん、あ YouTube じゃないな、ミッキーチャンネルみたいな、なんかわかんないけど、なんかそんなディズニーチャンネルみたいなやつにそれがあって、なんかミッキーが魔法の言葉だよ、いいっすか、うんすか、ミッキーマウスって言うんですよ。それのモノマネをするポンスがめっちゃ私ツボでなんかいいか、うんか、ティーシャンミッキーマウスが言えないすぎて、てかもうミッキーマウスを見るとイカウカイティシャン買うみたいなもうミッキーマウスクラブハウスのあれがもうそのままミッキーの名前になっちゃってるんですよね。うん、あと入浴剤ね、入浴剤めっちゃ違う、ね、入浴剤芸人だよねこの人、うん、入浴剤の中にカプセルが入ってるおもちゃがあるんですけどね、主にドラえもんのやつなんだよね。そう、だからそれのことをエーモンって呼んでるよね。そう、ドラえもんはエーモン。そう、あお猿のジョージはジョージ。そう、しゃくれるんだよね。そうあとなんかあるかな。56チヤーは相変わらずやってます。うん、あと何か行動が困難になった時、なんか例えば靴が脱げないとか、うん、登れないとか外せないとか、なんかもううーんってなった時は全部硬い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 よ。そう、全部困難は硬い。そう、できないとかじゃないんだよね、硬いっていうんだよね。うん、バズと戯れてる、ね、あ、そう、バズと、バズとウッディ好きで、ジョージって言うけど、ウッディ、ウッディとかも言う。うん、全部なんかこうふざけてるときはグーグー顔するよね。言っちゃった丸尾さん、あ、ウッディ持ってきた、ウッディ持ってきたの。今そういえばこの人の話してたなと思ってあと最近はマジでウッディと相棒で自転車に乗るんですけど、うち後部座席にねホースを乗せて、うん、買い物行ったりとかちょっとそこら辺まで行ったりとかするんだけど、ウッディ、ウッディとバズよく遊んでて、ウッディを最近は自転車の一緒にこのシートベルトのところに挟んで、あ、そうなんだ、そう、一緒に乗せてったりとか、ウッディと一緒に行くって言って乗せたりとか、うん、ウッディと寝たりとか、かわいいよね。そう、結構ウッディとバズが本当に生活の友になってますね、フォンスの。あとここにシステムキッチンを買いました。あ、そうです、トイザラスさんからね、いただいたんですよこれ。あ、そうなんだ。そう、あ、ありがとうございます。これはね、お気に入っておりますわ。いや、絶対いっぱい話すことあるんだけど、まあこんな感じか。なんだろうね、歩けるようになりました、なんとかって言えるようになりましたとかじゃないもんね、もう本当になんかちょっとちょっとちょっとじゃん。あ、ちょっとちょっとちょっと、それでしょ。そうだね、もう人に人にこれから近づいていっているだけだね。そうね、見て、いっぱい、すごいね、ウッディンボー、ウッディンボー、ってじゃあこれ見て、はい、バスもバスもバスも、はい、どうぞ。イエーイイエーイ、みんないっぱいだね、撃って、あー大丈夫あ、よいしょ。
かわいそう。痛いって。つけてあげて。これね、ちゃんとはまんないと。あ、はまった。あ、はまった。終わった。あ。あとおままごととかごっこ遊び。もういらっしゃいませとかができるようになったね。パン屋のやつこれね。うん。教えて。うん。何かを考えて。なんか一人で遊んだりとかしてますね。ここ品種改良しすぎ。うわー。うわー。ナス人参。いっちゃった。くえ。一人で黙々と遊んでいます。あ、ね、あっち行っちゃった。はい。あ、ママごともね。ぐーちゃった。多少できると。一人でペラペラ喋りながら。ちょっと。あとこの子は多分人の名前を覚えるのが本当に早い。そうだね。人と名前を照らし合わせるのはうまいと。うん。人の名前覚えることいいことだから。場所置いて。いいけど、その記憶力が勉強にちゃんと生かされたらいいなと思います。ちっちゃい、ちっちゃい英語とかね。あと色の名前とか、ね、記憶力は俺の頭ならいい。確かに。私マジニワトリさん。ほんと、あーちゃんの記憶力やばいからね。さっき言ったことでも忘れない、うん、そう、その方が楽しくない？いや、でもまあ映画とかを2回目見れるの。あ、そう、羨ましい。もうなんか初めての気持ちで見れる。はい、というわけでね、ポンス君の2歳の成長日記、はい、そしていくいく日記でした。バイバーイ。バイバーイ。はい、今日は塩対応です。バイバーイ。あ、リトルグリーンでやってる。バイバーイ。はい、OK です。ありがとうございます。